愛媛県立図書館は愛媛県松山市堀の内にある県立の公共図書館である。1900年4月28日、愛媛教育協会が皇太子ご成婚記念事業として図書館創立の議決を行った。1902年に旧松山藩藩校の民教館で仮開館し、1903年10月4日に松山高等小学校校堂で、 開館式を挙行した。1935年4月1日には、愛媛教育協会の図書館が愛媛県に移管され、愛媛県立図書館としての設立認可を受けた。伊予鉄道電機社長の井上かなめが新館の建設費を寄贈し、1935年5月22日に愛媛県立図書館が開館した。戦後の1945年10月19日には、 アメリカ軍に建物を接収されたため、1946年10月1日には、愛媛県立連成道場において開館し、1947年4月1日には、愛媛教育会館において開館した。1950年7月5日には、愛媛県立図書館南上分館が設立された。1952年7月3日には、 戦前の建物の接収が解除されたため、8月1日にこの建物で仮開館し、1953年1月10日には全面的に開館した。1957年4月1日には愛媛県立図書館上受けな文館が設立され、4月18日に開館式を挙行した。1962年には伊予寺号で移動図書館サービスを開始した。 1970年代前半には愛媛県政100年を記念して松山市堀の内に愛媛県教育文化会館の建設が進められた。1975年10月1日には愛媛県教育文化会館に移転して正式会館し10月3日には落成式を挙行した出展公式サイト。ありがとうございます。